シャープシャープ製のスマートフォンアクオスフォンイズ 17SH アクオスフォン CL イズ 17SH はシャープによって日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話のスマートフォンである。イズシリーズの一つ CDMA1XWIN 対応。製造型番は C17 でメーカー型番は AS46。 アクオスフォーニーズ 13SH の事実上のマイナーチェンジ。OS は工場出荷時には Android OS 4.0を搭載している。商品名の CL とはコンビネーション LCD の意味である。4.2インチの QHD 液晶と低消費電力で常時表示する2.1インチのメモリ液晶を組み合わせたコンビネーション液晶を搭載している。メモリ液晶部は メインディスプレイ点灯中は、戻る、ホーム、メニューキーとして機能し、メインディスプレイ消灯中は現在時刻や着信、歩数計情報、リスモ再生中の曲名などの様々な情報を表示できる。IS13SH に比しての変更点は、内部メモリーの容量は 512MB から 1GB に、ROM の容量は 4GB から 8GB に増加。 L800MHz 対エリア対応の廃止、KDDI email の採用、エコギの機能改善が図られ新たに、省エネ Wi-Fi モード及びエコバックライトコントロールモードなどにも対応した、新エコギの採用、防水の他に防塵機能に対応したことなどである。2012年夏モデルの au スマートフォンの中で、唯一 GSM ローミングに対応していない。また、 新規で開発された au スマートフォンとしては標準サイズの auic カードが採用された最後の機種となった。2012年9月に発売された iPhone 5よりすべて LTE 対応機種となったため au 向けの純粋な 3G 専用スマートフォンとしては最後の機種となった。また、IZ シリーズも ISW13 回とともに最後に同時発売された機種である。 メールは2011年夏機種より対応している KDDI email アプリとなる。ISWEB の email に対応し、今までの au 携帯電話と同様 ezw.ne.jp e b ne. のメールアドレスがそのまま利用可能となっており、絵文字なども利用可能となっている。またメールは 3G の他 Wi-Fi による通信でも送受信することが可能である。 アンドロイド OS の特徴である Gmail の複数アカウントの同時利用が可能となる。また、Gmail はリアルタイムでプッシュ着信をする。通常のメールアプリでは複数の POP、IMAP メールが利用可能であり、ISWeb メールはプッシュで着信する。Messenger では Google トークがプリインストールされている。また、マーケットから Windows Live Messenger をはじめ、 様々なメッセンジャーアプリをインストールし利用することが可能となる。ブラウザは Google Chrome Lite ベースの Android 標準ブラウザが搭載され、上述の通り Android OS の特徴でもある。フラッシュプレイヤー10.2がアドオンされている。また JavaScript もサポートされている。これによりパソコンのブラウザとほぼ同等のフラッシュサイト、動画サイトが利用することが可能となり、 ブラウザでニコニコ動画、YouTube をはじめとした各種動画サイトが利用できる。その他にサードパーティー製のブラウザをインストールし利用することも可能となる。PC 向けウェブブラウザが標準装備されており、フラッシュコンテンツもフル表示可能。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。